イエール・シュール・オート・軍用無線局は、フランスの軍事通信施設。敷地面積は30ヘクタールに及び、ロワール県のコミューン・ソバン及び、ピュイド・イコールドーム県のコミューン・ジョブの境界点に位置する。なお、隣接する民用中継無線局は、電話会社、テラディフュージアンで、フランス社によって建造されたものである。1913年、フランス語で、 シャップ信号と呼ばれる腕木信号機が現在軍用無線局がある場所に建造された。この時はまだ長短に腕木信号機がついた小さな石像を建築物に過ぎなかった。冷戦下の1906。この信号網においてピエール・シュール・オと軍用無線局はラキンス局を南方と中継し、モン・アウト局を北方と中継していた。ピエール・シュール・オと軍用無線局は フランス空軍の管轄下にあり、80km 離れたリオンモンベルダン空軍基地の支部である。フランスを南北に縦断する4無線局の一つとして、他の3局と交信を行う。フランスによる各攻撃命令はここを経由すると言われている。1994年に空軍監視、情報、通信系司令部の一部として設立され、2006年元日からは基地も 情報系統合方面軍令下となった。本務選挙区の局長は、少佐が務める。人員は、電気技術者、整備士、料理人など、約20人を要する。ピエール・シュール・オートのコンクリート等に設置された、軍用無線設備ロワールとピュイドイコールドームの2件の、境界上、ソバンとジョブの間の30ヘクタールの敷地に位置する。周辺は木製、木星。 金属製の高い柵で囲われており、軍事参謀や従業員はヘリコプターか道路を通って入り退場する。道路は関係者以外通行が禁じられている。高さ30メートルのコンクリート等二棟は、1991年より無線の送受信に使用されている。いずれも核爆発に耐えるよう建造された。このほか、厨房や食堂、寝室を備えた居住棟や車庫がある。 陶器は積雪するため建造物館は全長30メートルの地下道で行き来できるようになっている。この無線局で最も重要な部分は伝送発信に使用される地下部である。電波塔からの通信は2メガビット毎秒の速度で分析され適宜伝送される。ファラデー刑事による電磁パルス対策や溶圧室など科学的、生物学的、 放射線的あるいは核の攻撃に対する様々な強固な防壁を要しており独立した水源と電源を有する。2013年4月、フランスの治安情報機関である国内情報中央局はこの無線局を表題とするフランス語版ウィキペディアの項目を削除させようとし、この無線局は一躍注目の的となった。削除の要請を受けたウィキメディア財団は その項目のどこの記述が、情報機関にとって問題であるのか尋ねたが、ダクリーは回答を拒否し、項目全体の削除要求を繰り返した。ウィキメディア財団が項目の削除を拒否すると、ダクリーは今度は、フランス国内在住のフランス語版、ウィキペディアの管理ボランティアに接触し、項目を削除するよう圧力をかけ、そのボランティアは服従した。ウィキメディア、 フランス地区会の声明によると2013年4月4日、ダクリーはその事務所にウィキペディアのボランティアを呼び出した。ページを削除できるツールへの接続を有する利用者の一人であるそのボランティアは要求に応じない場合は交流、起訴されることを教え込まれ、ダクリーの事務所において項目の削除を強要された。彼はダクリーに対してウィキペディアがどのように運営されているかを 説明はしたものの、圧力のもとでは、項目を削除する以外の選択肢がなかった。彼は、他のシステムオペレーターに対して、削除の復帰をしようとすれば、法的な責任が発生すると警告した。このボランティアは、普段の項目とは全く接点がなく、ダクリーの事務所に入るまで、その項目を一度も編集したことがないのは愚か、存在自体も知らなかったのである。 彼が選ばれたのは、彼がフランスにおいてウィキペディアとウィキメディアのプロジェクトの促進活動を定期的に行っており、容易に身元が割れ、呼び出すことが可能だからであった。ウィキメディア、フランス地区会その後、削除された項目は、他のウィキペディア i 稿機構者によって復帰された。フランス内務省は、フランス通信社の取材に対して、この件に関するコメントは差し控えたいと回答している。 この騒動の結果、当該項目はフランス語版 Wikipedia で2013年4月の最も閲覧されたページとなり、さらには各言語版に次々と翻訳されていった。フランスの新聞20ミニュッツはこの一件を指してストライサンド効果の恒例であると指摘した。ありがとうございます。